このキャンパスはですね、最初のこの芸術工学の作品、これどうして買ってたかというと、まあ、かっこいいから買ったんです。これ買ってですね、満足したかどうかって、夏オーバーヒートする、最初はうちわでね、おかしいでしょ。オートがパワーハウスとか、極端に言うと氷河時代の我々体をそのまま現代に持ち込んできている。しかし我々考えてる脳はですね、今生まれてるから今の環境当たり前に持ってるから、いらないものは省いていくっていう、マイナスのデザインも大事だっていう話が、マウスキーボードを使わないコンピューターのことを考えています。タンジブルっていうのは触ることができるっていう、でそれがなんでコンピューターに関係するの。キーワードとして技術の人間化っていうのがあります。実体のこの月が出てこれが月というのは非常に簡単なんですけども、おぼろ月よというのをですね説明するとこれが非常に難しくなります。しまう場所なさそうですよね。しまう場所なさそうですねみんなで食べるための食器ということで、もう巨大なものをあえて使ったんですね。1分間に67ぐらいのリズムが気持ちいいと、これぐらいがお母さんの心拍数、我々の実験で赤ちゃんが最も気持ちいいと、まあ神秘的ですね、はい、感性を今こうやってるんですね。日本人が日本的な美を見た場合とそうでない美を見た場合に脳波上でどういう違いがあるかと見ようとしてるんですね。土を拾ってき、それを砕いた時にその自然の中にあるものが美しいってことに、驚かされて発見があるって、落とし穴当然落ちるわけですけど、もう落ちるんですけど落ちないと。コンピュータービジョンでいうミスですよね。間違いをあえてやってるわけですよね。繋がってないのでこの人落ちに行くことできないんですけど、画面をこう見た目くっついてるようにしゃべると行ってくれると。何でも自分がデザインするつもりで、周りまで幅広く考えてもらうっていうのが、芸術工学でデザインすることの大切なところじゃないかなと思います。だから一見その目的ではないんだけれども、こういうことするとなんか新しい夢ができるんじゃないかとか、そういうことをすごく大事にしないといけないんですね。人間って遊ぶがゆえに人間なんですよね。これ動物は絶対ないわけで。名前をつけてあげて、どういう乗り物かっていうのを考えて、まあ、それを大変にずっと並んでるのは、このぐらいのところですね。飛走船から来る被害っていうのは、飛走被害っていうのはランダムじゃないんですよ。その貧しい人とか、権利の弱い人とか、そういう人たちが特に被害を受ける。ヤフーニュースに取り上げられたんですけども、核戦争で、あ、これも撮ってるんですか核戦争で廃墟と化した未来が。ねえなと思って、聴覚心理学の立場から人の言葉がどういうふうに知覚されるかということに興味を持って研究しているわけです。眠くならないのかな、ちょっと荒っぽいんだけどね、整理するとすごく良くなる。お母さんの愛情という
コンセプトで作りました。高い音を弾くと高いところに円が出るんですね。同じ音を弾くとずっと同じ色のが出るんですね。一つ夢が叶った感じです、はい、円をいっぱいくっつけて八の字になったりですとか、好きなことを精いっぱいやれるいい大学ですので、ぜひぜひ皆さんも頑張ってください。またプロジェクターがですね、リアから別の場所からもう一個画面が見えるので、舞台は図面命になるので、現行では、まあ、やりたいことができましたしね、で実際それがそのまま今のこの仕事になってるっていうのが一番大きいと思いますね。こういうのが世の中に必要だから作ってみた方がいいんじゃないのみたいなやり方で、やっぱり最初は自分で自費で作って、でそれが数年後にこう美術館のコレクションだったり、まあ僕がやってるような機体を作れる人が日本の大学にいるかっていうと、例えば東大にもいないっていう自信は実はあるんですけど、今俺がやらないと多分今後10年は誰もこれをできないみたいな、そういうアートなんだけど説明できるというか、多分野との融合を何とも思わない、すごくカオスなところだと思います。サラダボールですかね。何が出てくるかわからないところですかね。色彩豊かな場所だと思います。 KC ユニバーシティはいいです。人が中心にいるってことを私は感じました。クリエイティブなランドです。楽しいです。毎日いろいろ美味しいものが食べれるビュッフェみたいなところです。満腹です。みんながあったかいところかなみたいな感じですかね。言葉にできません。傾向はヤンコパラダイス。傾向は私の庭です。頑張りましょう一緒に。ぜひみんな来てください。あー、